ちゃんちゃん。このチャンネルは、お米粉の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。ちゃんちゃん。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、猫兄さん推しメン、シャトロのサンちゃんは誕生日ということでですね、この子がサンちゃんなんですけれどもね、天使サンダルフォンより命名したようですよ。で、体がね、とっても大きいんですけれども、すごくね、性格はおおらかでですね、もうみんなの頼りになるお兄ちゃんということでですね、スタッフ猫としてね、ずっと働いてるんですよね。で、サンちゃんの誕生日なんですけれども、7月の31日ということで、日にちはね、過ぎてしまってるんですけれども、お祝いというか記念の動画になってますよ。で、結構ね、お尻トントン強めにしないとあんまり喜ばないらしいんですけれども、で、サンちゃんに今おやつあげてますよ。で、サンちゃんとっても優しい性格ですので、他の子が、おもちゃだったりとか、おやつを食べてたりすると我慢しちゃうような、他の子に譲っちゃうようなね、すごい優しい性格なんでね、誰も見てないところでおやつをあげておりますよ。他の子が来ましたよ。怖くなったでしょね。え、全然姿勢もそらして、でも他の子が食べたかったので食べてくれましたけれどもね。サンちゃんが両手掴んでますね。なかなか立ち上がるサンちゃんっていうのはすごく迫力あるんですよね。ここまでね、サンちゃんがおやつを食べてくれたのは初めてかなって思いますよ。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。ね、お尻トントン結構強めにやってるとね、尻尾がピーンと立ってるでしょ、ね、とっても可愛いですよ。で、すごく人懐っこいですよね。ずっと猫兄さんの周りをうろうろというかね、近くにいてくれてるので、本当に可愛いんですよ、サンちゃんは。あ、膝の上乗ってくれなかったな。で、どっか行ったぞ。他のお客さんに挨拶回りをしてますね。実はサンちゃんっていうのは副店長さんなんですよね。ですので接客は怠らないですよ。で、撫でてると、ね、すごく気持ちよくなってきたのかね、こうね、伏せの格好をしてくれたんですけれども、どっか行っちゃったんですね。どこ行くのかなって思うと、まあ、一人で過ごされてるお客さんがいたので挨拶に行ってましたよ。で、一段落して他の猫ちゃんたちとね、まったりとまとめてくつろいでました。隣にいたのは同じくね、スタッフ猫なんですけれども、チャトラのチャーですね。この子もとってもね、人も大好きで、猫ちゃん大好き、お世話とかずっとしてくれてる子なんですよ。で、やっぱチャトラの子ってね、体も大きくなりやすいですけれどもね、おおらかな子が多いかなっていう気にしますよね。サンちゃん。ね、こんなグイーンって引っ張ってもね、全然怒らないんですよね。体大きいでしょ、これ横から見たらね、すごい迫力のあるムチムチボディでしょ。何を見てるのかな、サンちゃんは。サンちゃんに顔を近づけてみましたよ。寝てる時だったらね、猫枕とかするとね、とっても気持ちがいいんですけれども、今日はね、寝てくれなかったんですよね。やっぱチャトラ同士ってすごい綺麗ですね。このお腹すごいな、もうマシュマロボディですよ、本当に。ねえ、サンちゃんの猫枕があったらすごい欲しいんですけれどもね。多分ね、需要はあると思いますよ。ね、猫ちゃんとまとめてリラックスするのは気持ちいいですね。サンちゃんはね、今回誕生日で
で4歳になったということでね、まだまだ元気ですのでね、でこれからもねたくさんの猫ちゃんたちを見守ってほしいなって本当思いますよね。周りの猫ちゃんもね、サンちゃんが大好きですからね。はい、今日の動画は以上です。ここ猫カフェ、ウリエルさんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければお願いします。